of 27, Alexander Majoro from Sweden. Number 28, Tomasz Werner from Czech Republic. Number 29, Yuzuru Hanyu from Japan. Number 30, Peter Liebers from Germany. Number 31, Javier Fernandez from Spain. Number 32, Han Yan from China. ただいま大型スクリーンにおきまして第6グループの選手をご紹介しております。 On the overhead screen, you will see the competitors of group 6 in order of skating. 27番アレクサンダー・マヨロフさん、スウェーデン。ロシア出身ですが、スケートのコーチをしている両親がスウェーデンに拠点を移したため子供の頃にスウェーデンに移住。2011年スウェーデン選手としては初めて世界ジュニアでメダルを獲得しました。28番トマシュ・ベルネルさん、チェコ共和国。ヨーロッパ選手権優勝、そして世界選手権でも2度4位に入賞した実力の持ち主。2010年の夏からカナダでトレーニングしていましたが、昨年夏にドイツに拠点を戻し、長年指導を受けたコーチの下で練習しています。29番羽生結弦さん、日本。日本の男子フィギュア界初のオリンピック金メダリスト。ソチではショートプログラムで史上初の100点を超える高得点を叩き出し、圧倒的な強さを見せつけました。それでもまだ課題が残ったかというオリンピックチャンピオンの演技に注目です。30番ペーター・リーバースさん、ドイツ。ソチオリンピックではショート、フリーともにパーソナルベストを更新し、見事8位に入賞。ヨーロッパ選手権や世界選手権に出場した元東ドイツ3分の父に持ち、兄もシングルとペアの選手として国際大会に出場していたフィギュア一家の一員です。31番ハビエル・フェルナンデスさん、スペイン。ここ数年で成長著しい世界有数の4回転ジャンパー。ヨーロッパ選手権は現在2連覇中。オリンピックでは惜しくもメダルを逃しましたが、この世界選手権で2年連続の表彰台を狙います。32番ハン・イェンさん、中国。2年前中国フィギュア史上初の世界ジュニアチャンピオンになりました。シニアデビューを果たした昨シーズンは四大陸選手権で銅メダルを獲得。今シーズンは初出場したソチオリンピックで見事7位に入賞しました。
練習時間終了です。選手の皆さんはリンクサイドにお上がりください。 The warm-up is over. Skaters, please clear the ice. Thank you.